来年のセリーグガチで読めない。読めん。普通に阪神かヤクルトやろう。普通に阪神、ヤクルトの数年に一度の爆発があったらヤクルト。基本阪神で総打つヤクルト次第では変わる感じやろう。開幕前って連覇予想が多いよな。しゃあないけど、最近ずっと連覇やからな。巨人巨人、広島広島広島、ヤクヤクやし。まあ阪神は投手陣割と盤石だし大崩れはせんだろ。立ち出しやぞ。セリーグの順位予想当たらないの大体ヤクルトの成績。阪神は青柳復活と西の代わりが見つかるか。相変わらずホームランは期待できんから見て、前打線が来年も通用するか。普通に考えたら阪神連覇やろな。でもヤクルト次第になるんやろ。ヤクルトやな。今年最下位のヤクルトがいきなり優勝できるわけないやろ。普通に最下位から首位になるの当たり前のチームなんやが。6位、6位、1位、1位、5位、最下位と同率の球団やぞ。どんでんが目をかけてた板山とったチニジアは要チェックやね。戦力の増減はドラフトも影響するやろ。来年も1強5弱やろ。巨人か阪神やろうな。巨人は弱点の中継ぎ補強できたのがでかい。普通にしてたら阪神、でも3位ぐらいになってブチ切れながらやめていく方が岡田っぽくて好きかも。監督変わった巨人はちょっとわからんな。よっぽど上振れするチームが出ない限り阪神連覇は固いやろな。2、3人、今年の青柳みたいにスランプに陥る選手が出ても差はそうそう埋まらへん。結局助っ人が茶やけど当たり助っ人が最近めっきりという。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。